キチャンネル。ちょこんにちは。さあ今日が最終回です、はい。はい。今日はですね、ヤクルトオリックス、うん、どちらも優勝したチームにロッテです。はい。B クラスっていうね、ところ5位でしたけども、はい、まあじゃあヤクルト、まあ、じゃあ日本一になったオリックスから。はい、オリックスから、はい。はがまわさんはキーマンで杉本田島。おお。杉本そんな頑張れなかったけどね。まあ俺、うん、MVP だけどね。そう、日本シリーズ。終盤にね、かけて、うんうん。もうちょっと頑張ったら楽勝だったかもかね。ゲーム差なしだから ね。そうだ。最後もヒュッだったから。うん。だから、うん、だって1年間通して1位になったの1日だけなんだよ。だから2日なんだよね。途中の1回と。1回変わったけどすぐ入れ替わったりしてたんで、うん。途中の1回と最後の1回だけだから。うん、はい、1回しか。だから単独首位は、うん、はい、本当ゲーム差。だからなしだから最後にね、うん、本当のだから 0.5 ゲーム差でも上いる1位は1回だけだよ、うん、そうですね。だからオリックスって引っ張ってってないのに、うん、最後にこういった、ゲーム差も十何ゲーム差からね、はい、縮めてっていうところでね、うん、だからもう杉本がもうちょっと頑張ってれば楽勝に1位になれたかもしれない、ね、うんうん、もうちょっと楽勝だった、うん、あと田島ね、はい、田島は9勝3敗、はい、でも貯金6だからね、2.66、まあ、ここはね、うん、山本とかの頑張るから、はい、それに続いて頑張ればね、もっと楽勝、うん、あと1勝したかったね。あ、そうですね、10勝いけたかったね。まあまあでも、で俺がいい活躍でした。若月不振、キャッチャー大事だってこと、はい、そういった意味では、しかも今年若月バッティングも良かったしね、はい、いい形でね、しかも日本シリーズもね、不振も最後打って ね、でなぜか足ひねってね、変わるっていう、はい、あ、言っといた、どんだけ持ってないんだよっつって、胴上げキャッチャーじゃなくて、お前あそこまで出て胴上げキャッチャーやらなくてベンチから持ってねえなっつって。まあでも伏見選手も年間通していい活躍でしたよね。そうそうそう、うん、で山岡、うん、山岡ちょっと途中ね、はい、からだって22試合登板6勝8敗、うん、でも防御率 2.60 だから防御率はいいんだよね、うん、だからちょっと打線の援護とかっていうところもね、噛み合いもあるかもわかんないけども、うん、でもまあもうちょっとね、山岡も貯金作って、うん、杉本ももうちょっと頑張れたら、うん、もうちょっと楽な優勝だったかもわかんない ね、 ですね。だからここのギリギリを招いたのは、そこのもうちょっと頑張りが足りないところだったかもわかんない、ね、はい、優勝したけどもね、なんとなくキーマンとして合ってる感じですね。合ってるのも合ってたね、うん、で若月のシーンもね、はい、ピッチャー引っ張ってね、はい、でもここにも伏見が来年いないかもわかんないけどね。そうですね、それはね、どうなるのかまたね、後ほどみたいな、ね、はい、ところで、で次ヤクルト、はい、ね、浜田さん、あれ奥川、あれ奥川投手って言ったけど優勝したな。奥川いなかったけど、奥川はいなかったね。はい、どうする、俺のお前、あの10億円選手の、そうですよ、奥川だよ、給料下がるじゃん。私佐々木朗希投手にしたんで、そう、完全上がるな、上がりますよ。だって奥川、え、1試合ぐらいしか投げてないんじゃないの。もうなんか最初からいないイメージだったんですけど、ほら1試合登板してるもん。1試合投げたんだ、うん、今年。そっか、だから私はキーマンにありましたけど、キーマンではなかったってことですね。うん、そうだね、はい、あの1試合しか投げてないからね、はい、でも優勝したという、うん、俺、高橋奎二しよう。おー、頑張ったじゃん、はい、今年、はい、高橋奎二も、うん、最後 ね、 ね、コロナの休みさえなかったらね、うん、10勝いけてたのに、はい、8勝2敗でも貯金6だからね。でも6作ってる、防御率 2.36、 おー、すごい、 2.63 か、うん、俺立派だし、はい、でしかも日本シリーズも勝ってたからね、はい、いいピッチングして。でも去年もそうですよ、日本シリーズ強いですね、うん、休むからね、あれ、はい、コロナ痛かったね、うん、10勝できてたところね、はい、給料どんだけ上がるんだろうね、はい、でもね、塩見選手も1番に、ね、定着して、はい、ね、うん、ホームラン16本、はい、54打点、うん、岩井7分6厘、あぶね、俺の最多本塁打抜かれかけてた俺17、後輩塩見、あ、でもいい活躍ですね。でも盗塁も24個でね、うん、これまあ、村上のね、はい、頑張りはあったけども、うん、その前のバッターがどれだけ塁出るかも大事だから、はい、そういった意味では塩見、高橋奎二、ほら、ね、当たってた、すごいいい感じで当たってますね。だから箱根さんの奥側がもし入ってたら、はい、もう8月に優勝してたんちゃう。そうですねマジか、あんなに早く出たのに意外と長引いたんで、 あとコロナでね、うん、人がいなくなったのもね、それは辛かったですね、まあ、痛かったなっていうところはあるけども、うん、まあまあでもオリックスヤクルトもね、はい、まあもうそのメインどころね、オリックスで言えば山本、はい、吉田っていうところのメインどころがしっかり活躍して、はい、それを脇を支える、ね、選手たちの頑張りっていうところが、はい、まあ、キーマンになって勝てたし、はい、ヤクルトもね、村上とかね、うん、
チだった小川とか後ろの、ね、選手たちの頑張りの中でそれを支える周りがねしっかり頑張れたんで、はい、まあ、リーグ優勝っていうところではね、はい、まあ、しっかりキーマンとして落ち着いたんじゃないのかなっていう、ね、そうですね、うんうん、ところはあるし、はい、で次はロッテ、ロッテ5位です、はい、袴田さん、佐々木朗希と中村です、はい、2人ともまあいい、良かったですよね、でも5位よ、5位でしたね、だからキーマンじゃなかったってことですね、どういうこと、ええ、ちょっとどういうこと、佐藤さんも佐々木朗希投手を選んでますからね、だからダメだからね、佐々木朗希が、はい、ええ、ダメはいって言ってたね、でも、はいって、え、はいって、今はいって言いましたけど、どこがダメなんですか、いや、ダメじゃないですよ、いや、はいって言いました、私はあの完全試合もしたし、うん、まあでも、こう年間通して綺麗にローテーションを持ってるってわけじゃないですけど、うん、あれ何勝何敗でしたっけ、9勝4敗、あ、でも、ちょっと今後でも今入ってダメだったからね、入ってえ、なんて言うんですか、そういうこといや、あの、全然良かったですアクセル踏むかなと思ってちょっと言ってみた、全然、良かったです、そうなん、うん、いや、物足りんな、いや、佐藤さん的には物足りないと思うんですけど、あと5試合投げれたと思うんだよね、うん、で、最後のクソ大事な時にちょっと休んでたからね、うん、はい、そしたらもう12勝とかいけてたかも分かって、うん、あと最後ラインちょっと勝てなかったっていうところもあるしね、そうですね、うん、最初はずっと勝ってたけどね、はい、最後大事になってきた時に勝てなかったっていうところもあるけど、まあ頑張ったけどね、うん、でもやっぱり優勝するためには、はい、あれぐらいの頑張りじゃダメなんだよ、そうですね、やっぱりだからもっとこうフルでやっぱ1年間どうやらないといけないし、佐々木朗希に託された使命はもっとハードル高いよ、はい、いいけどダメって言ったよ俺はね、そうですね、だ成績的にはだって9勝4敗貯金5つくって 2.02 ですから、だけどもう、うん、でも最後のね大事な時にちょっと間に合わなかったとかあんまいなかったところもね、はい、まあ、痛かったかなっていうね、そうですね、うん、ところはあるけどもね、はい、で中村、はい、で2割5分7厘12本68、はい、誰どうですか、うん、でどうだ、どうですか、だって俺、袴田さんが上げてるから俺じゃないです、そうですけど、だってもだって悪くないじゃないですか、もうチームの柱の選手で、そうなの、うん、悪くない、悪くないけれども、もうちょっと頑張れ、悪くもないけど、良くもない、いやでもまあ2桁打ってるし、でもホームランバッターではないですし、まあ、2桁打ってるし、うん、まあ、予想通りの活躍はしてるので、うん、で、5位なので、うん、私の見る目がなかったってことでいいです、そうなの、はい、活躍足りんのちゃう、いやもうちょっとしてほしい感じはね、チームとしてやっぱ2割5分2厘は、うん、ちょっと少ないよね、2割5分7厘か、7分8分ぐらいは打ってほしいですよね、うんうん、そうだね、うん、ださっきの塩見とかと考えてもね、あ、まあ、若干落ちちゃうじゃん、ね、そうですね、うん、塩見選手2割7分ぐらいでしたっけ、塩見は2割7分6厘、ホームラン16本、打点54と24と、そっか、まあ、ホームランバッターでないって言いつつも16本打ってますもんね、うんうんうん、で今の ZOZO マリンは球場も狭いからね、はい、そういった面ではまあもうちょっと頑張ってほしい、もうちょっとそうですね、これ見てマーティン・レアード死んでるよ、あもうでもやっぱここはやっぱ大事でしたね、この2人、だから俺はもうシーズン中から言ってた、はい、ロッテ1位予想やと、うん、でも間違ってマーティン・レアードが全く機能しなかったら B クラスもあり得るって言ってたらもうその通りになってる、はい、そうですね、だってもうレアード1割8分クリーン、うん、ホームラン15本、はい、打ってるけど48打点、うん、マーティン1割6分3厘、ホームラン9本25打、もうこれは終わってるとしか言いようがない、ね、この2人両方ダメになるとは思わなかったですよね、そうだね、うん、そういった意味ではやっぱそこがやっぱりもうキーマンだったね、でしたね、完全なるキーマンで、ね、いやここがもう去年並みの活躍してたら、うん、A クラスは楽勝だったね、うん、だったと思います、正直ね、うん、そういったところではもう全崩壊みたいなね、うん、やっぱまあ、まあ、あとはもう一つ言えばその外国人選手に偏ってその頼りがちなところもちょっと編成的には、はい、変えていかないとこうなっちゃうからね、うん、はい、だからそういったところでやっぱ日本代表をね、うん、常に入れる存在を作っていかなきゃいけないよね、そうですね、だから山口選手とかこう安田選手とかもっともっとこう、うん、そうそうだね、楽しいですよね、うん、だからそういった面ではここからね若い選手も多いからどこまでね、うん、自力つけていけるか、外国人選手は助っ人だからね、うん、助っ人がメインになっちゃダメだから、はい、メインを助けるのが助っ人だから、そうですね、うん、そういうチーム構成ができるようになってきたら、うん、はい、パチッとはまるからね、うん、まあ、そこら辺は今後どうなっていくかっていうところだけどもね、はい、まあまあでもヤクルトオリックスはね、うん、いい面見てたし、まあ、いや、まあでもロッテもまあいい感じあれだけどね、そうですね、そこら辺のまあ頑張りはねできたけど、はい、皆さんにとってのね、うん、キーマンはどんな活躍でしたか、はい、はい。